皆さんこんにちは、フルートの鈴木奈穂子です。今日はですね、東京都のアーティスト支援事業アートにエールをに掲載された私の動画について少し、解説していきたいと思います。この動画はですね、世界の国歌を、フルート三重奏で演奏してみようという動画だったんですけれども、今回ブラジルですね。ブラジルの国歌私そんなに聞いたことなかったなって思ったんですけど、特徴はですね、前奏が長いんですよね。これずっとフルートで吹いてるから分かりにくいと思うんですけど、最初の方これずっと前奏なんですよね。歌が始まるのは結構後の方で、でまたその前奏がすごく、なんて言うんでしょう、吹奏楽っぽいっていうか、吹奏楽やってた人は絶対そう思うと思うんですけど、なんかね、吹奏楽の曲でありそうなタイプの曲調なんですよね。で、演奏もね、原曲を聞いてみるとやっぱりクラリネットとかすごい聞こえてくる、ブラスバンドの演奏なんですよね。結構ブラジルもやっぱり吹奏楽が盛んなのかなと思ったりしながら、でその国のイメージに合わせた浴衣をねちょっと着てるんですけど、今回はこの赤い浴衣に黄色の帯というね、なんかやっぱブラジルっていうとサンバのイメージあるんですけど、そのサンバのお姉さんたちが着てそうな色合いをちょっと取り入れてみました。この黄色の帯もね、なんとなくブラジルっていうとこう緑に黄色っていうイメージですからを着てみました。今日は起き抜けにこれ撮ってるので全然声が出ません。というわけで、後半はですね、フルート三重奏のみでお楽しみいただきたいと思います。アートにエールをの方の動画はですね、7カ国全部収録しておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいなと思います。それでは後半、フルート三重奏でブラジル国歌お聴きください。